初代リットン男爵エドワード・ジョージ・アール・リットン、ブルワー・リットンは、イギリスの小説家、劇作家、政治家、貴族。小説、ポンペイ最後の日が代表作として知られ、戯曲、リシュリューに登場する文句、ペンは、剣よりも強しは名高い。 政治家としては1858年から1859年にかけて保守党政権の植民地大臣を務めたことが特筆される。リットン男爵の写真1803年5月25日にノーフォークヘイドンホールを本拠とする地主で陸軍大将のウィリアム・アール・ブルワーとその妻エリザベス・バーバラ・ブルワーの間の三男としてロンドン・ベーカー・ストリートに生まれる。 生誕時の名前は、エドワード・ジョージ・アール・リットン・ブルワー。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ、ついで同大学のトリニティ・ホールで学ぶ。ケンブリッジ在学中に一時キャロライン・ラムと愛人関係を持っていた。1827年に、ゲーテの若きワイルテルの悩みに影響を受けた悲劇的小説、ホークランドを出版した。さらに1828年6月には、ペラムを出版。 これは、ベンジャミン・ディズレーリのビビアン・グレイに多分に影響を受けていた作品でセンセーションを巻き起こした。1830年頃からディズレーリの友人になった。1831年4月30日にセント・アイブス選挙区から選出されてホイッグ等の庶民委員となる。1832年からはリンカーン選挙区から選出される。 1838年には順断尺に除せられた。しかし1841年の総選挙では落選の浮き目を見た。このまも小説を精力的に執筆し、1832年には友人アラム、1833年にはゴドルフィン、1834年にはポンペイ最後の人、ザピルグリムス・オブ・ザ・ライン、1835年にはリエンツ。 1837年には、アーネスト・マルト・レイバース。1841年には、ナイト・モーニング。1842年には、ザ・ノニを出版した。同時期に、劇作家としても活躍し、1836年には、最初の演劇脚本、ザ・ダッチェス・デラビリターを書いた。これは、工業的に失敗に終わったものの、1838年の、ザ・レディ・オ・ブライアンズでは、 大きな成功を収めた。さらに1839年には、リッシュ流、1840年には、マネーといった脚本も書いた。1841年に議席を失った後、ドイツ旅行に出た。1843年に、歴史小説、ザラスト・オブ・ザ・バロンズを出版した。1843年12月の母の死により、リットン家のネブワースの土地を相続し、 1844年2月20日には、直挙を得て、ブルワー・リットン星に改正した。1846年には、小説、コンフェッションズ・オブ・エイ・ウォーター・ペーシェント・シ・ザ・ニュー・ティモン。1848年には、歴史小説、ハロルドと女ジ,ジシー・キング・アーサー。1849年には、小説、ザ・キャック・ステンス・エイ・ファミリー・ピクチャーを出版。 1849年にはコメディの脚本、Not so, b ッド as we seem を書いた。1852年にハートフォードシャー選挙区から選出されて、再び庶民議員となる。穀物法を廃止したことに反対していたため、保守党の議員となった。以降1866年に貴族院議員に列するまでこの議席を保持した。 1858年から1859年にかけては保守党政権第二次ダービー伯爵内閣において植民地大臣を務めた。植民地大臣としてブリティッシュコロンビア植民地の創設にあたった。これは均衡の発掘と人口流入のため必要となったものである。また、オーストラリアではクイーンズランド州をニューサウスウェールズ州から分離させた。 植民地各地の町で彼の名にちなむリットンという名前への解明が行われた。植民地大臣退任後は政治的活動は少なくなった。1862年にはエーストレンジストーリーさらに後にケネルム・チリングリーを出版した。1866年7月に第3次ダービー伯爵内閣が成立した際に、 連合王国貴族借位リットン断爵に乗されて貴族院議員に列した。1873年1月18日に死去。借位は一人息子のロバート・ブルワー・リットンが継承した。日本では明治維新によって西洋の新知識に触れることができるようになり、西洋小説も明治時代から翻訳されるようになった。西洋小説で真っ先に翻訳されたのが、 リットンやディズレイリの政治小説だった。日本で最初に翻訳された西洋小説はリットンが表した恋愛小説アーネスト・マルト・ラバーズとその続編アリスを庭純一郎が訳した欧州記事下流春話である。川竹木網も明治12年にリットンの儀曲マネーを本案して歌舞伎演目人間版事金予中を書いた。また、 孫の第二大リットン伯爵、ビクター・ブルワー・リットンは、リットン調査団の団長として有名である。1838年7月18日に、以下の順段借位を新規にノブされた。1866年7月14日に、以下の借位を新規にノブされる。1827年8月29日に、ロジーナ・ドイル・ウィーラーと結婚。彼女との間に、以下の2子を設けた。 アーネスト・マルト・レイバース、アリス・アーネスト・マルト・レイバースの続編アベイラブルオンライン。ありがとうございます。